オリジナル CD ができるみたいなんですけど、今どこまで進んでる感じですか？ オリジナル CD に向けては、まだ私たちは何も決まってない状態で、やっぱりまだどんな雰囲気の曲にするかも、まだ私たちは分からなくて、ドキドキ待ってる感じです。まあ今からね、楽しみじゃね。<笑>また、はっきり決まったらお知らせくださいね。さて、初めて東京アイドルフェスティバルに参加しますが、意気込みを聞かせてください。 初めての TIF ドキドキするんですけど、みんなで力を合わせて頑張っていきたいと思います。
DIF TIF では私たちは初めての出場になるので、見に来てくださる方は私たちのことを知らない方もたくさんいると思うので、ステージを見てくださった方にピオニーいいな、もっとステージ見たいなと思ってもらえるように、これから精一杯練習していきたいと思います。よろしくお願いします。では千穂ちゃんから皆さんに一言お願いします。はい、私の都合で6月19日のイベントを最後にピオニーを脱退することを決断いたしました。これまでピオニーを応援してくださったファンの皆さん、 TIF 関係者の皆さん、島根県事務局の皆さん、メンバーのみんな、ご迷惑をおかけして本当にごめんなさい。私はピオニーを脱退しますが、これからもピオニーの応援をよろしくお願いします。あと一粒の涙で一言の勇気で願いが叶う、その時が来るって僕は信じてるから、君も諦めないでいて、何度でもこの両手をあの空へ、あと一粒の涙で一言の勇気で願いが叶う、その時が来るって僕は信じてるから、君も諦めないでいて、何度でもこの両手をあの空へ。素敵な歌をありがとうございます。千穂ちゃん、次はマックスガールで頑張ってね。まだあと一つじゃなくてあと一回イベントがあるんだね。ちょっと喋りが昭和でしたね。はい、ピオニーの皆さんでした。ありがとうございました。